早急の雫が我が胸を焦がす。青い空が眩しい。魔王たる我の庇護に身を委ねるがいい。役に立てて嬉しいな。これからも頼りにしてくださいね。そうですね。その翼を暗黒に染めて魔王へと変じるものよ。魔王って元は天使だったりするんですよ。闇の加護により人たちは傷つけさせぬ。みんなを私が守ります。くそ、愚かな、その力に溺れるか。もうやめてください。そうだそうだ、あれ、おい！
な。よし、波動を進む我が宿命の炎で人たちを焼くのは本意ではない。私のせいで迷惑かけちゃいました。ごめんなさい。そんな、そうです、でも、はあ、うん、我が友、皆、団長。
人たちや、この漆黒の翼の庇護、これからも期待するがいい。私、これからも頑張ります。ありがとう。あれ？かつて見た。これはまさか前世の記憶？なんだか見覚えがあるような。なんだ？そりゃ。懐かしきあの、いにしえの結界の気配。ああ、あの古城、懐かしいですね。お？そうですね。これはこれは。もし、おお、我がマナを知っているとは。そうです、それ私のことです。うん、え、はい、実は、そしてはい、だからは青の旅路の途中、古き森に降り立ってはいない。空を旅してたから古城には行ってないけど。ああ、はい、それじゃあ。いえ、だが、そうか、我が英知と勇猛なる輝きは暗き闇をたやすく照らさん。お困りなら私が何とかします。おお。眷属の憂いを晴らすのも我が務め。困っている人を助けるのは当然です。よし、
よみがえりし死者は魂の輝きを困らせ、そのホラーは苦手なんです。やれやれ。お約束しましたもんね。頑張らないと。あ、青の少女結界の気配が。そろそろ古城に着きますかね。お？やあ！お出ましだぜ。我が古巣に封印の鍵を求めよう。お城の中に何かヒントがあるかもしれませんね。はい。やっぱり。極みと静寂の帳が我が身を包むのみ。暗くて静かです。キャッ！なんだ？煉獄より来たりし、破滅の翼よ。すごい！ドラゴンですよ！ドラゴン！危ない！
くよ。この魔王の前にひざまずくがいい。私がやっつけちゃいます。やれやれ。強気しちゃうぞ。もっと熱くなろうよ。ビシバシいっちゃうかね。胸がとても高鳴り、爆発シーバーリンに悪夢に招待するよ。ひれ伏しなさい。楽勝だね。闇の炎で燃やし尽くそう。これでとどめです呪われし最悪の使徒よ。暗黒を抱いて眠れ。カットすごいです。あれ、あれ、すみません。あれ、あの、え、我が漆黒の翼は荒れ式の炎に焼かれたりはせぬ。褒められるほどのことでは。なるほど。すみません。たく、闇の残滓はこの魔王ブリュンヒルデが打ち払ってくれよ。残った魔物は私がやっつけます。魔王を称えし深き漆黒のベール、堕天使は真の魔王に覚醒する。黒き翼に舞え。やれやれ。ありがとうございます。
汝の肉体に祝福を。怪我はないですか？はい。お？あの、我が使命はこの早急の彼方にある。旅の途中ですし、元の世界にも帰らないといけないし。ああ、あれ、汝の祈り、我が翼に力を与える。ありがとう。やれやれ。